駅番号が付与された、台北車丹駅の駅名標文庫線、ただたか復興駅番南線、西門駅台北都市運は、中華民国台湾台北市内及び、その周辺の日北市の板橋区、土城区、英和区、中華区、新三区、淡水区、三重区、アシス区などの慢性的な交通渋滞を緩和するために設置された都市運。正式名称は、 台北都会区大衆早雲系統、台北大衆早雲古墳有限公使によって運営されている。故障としては、北都市、台北 MRT、台北地下鉄もしくは、台北メトロなどがある。当初は、すべての路線が自動案内機上式旅客輸送システムで運用されることになっていたが後に見直され、地下鉄、地上線、自動案内機上式旅客輸送システムによる、 交通体系が構築された。分散線及び内古線のみ、自動案内機常式旅客輸送システムで、その他の路線は地下鉄と広角間である。現在も台北市新木区や日北市中核英和区、新城区で早運路線を建設中であり、今後10年以内で台北市と周辺都市のほぼ全域で鉄道ネットワークが完成することになる。また、台北車団、 板橋、南港、松山の各駅で台湾鉄路管理局の西部幹線と台湾高速鉄道に接続している。車内の駅名アナウンスは、各言語を平等に扱う法令の存在から、国語、英語、台湾語、発火語の4種で放送される。ただし、英語以外に関しては、国語と台湾語で表記が異なる、駅、地域の慣習から国語と異なる、発音の駅等もある。 中国語と英語を母語としない国の観光客数で日本人が最多であることから2018年8月より一部主要駅で日本語での到着駅案内が追加されたが駅間の短さも相まって放送が長すぎるとの声もある案内放送は高尾都市雲のように乗り換え路線の案内はなく上記4カ国語の最後に駅名だけがアナウンスされるなお改札口に 応泉で示されている制限エリア内や車内での飲食、喫煙は禁止されており、過料の対象となる。また、改札内にあるトイレは改札外からでも利用でき、窓口の係員にその旨を申し出れば、入場料なしでトイレを貸してくれる。2007年5月1日より、中世記念道駅、フルテイ駅、ケンタン駅及び、施政府駅の4駅で IC 乗車券の使用を開始し、 順次全駅の自動改札機及び自動券売機を全面的に交換し完全に IC 化された2016年10月よりそれまで非公式に使われてきた駅ナンバリングを運行系統ごとに再編した上でラインカラーの頭文字プラス2桁の数字に統一したものを正式採用台北ユニバーシアードを控えた翌年夏までに順次導入することなり 2017年5月に全路線全駅で切り替えが完了した。2017年1月から車内ドア上の電光案内表示も行き先や英語での到着駅表示の時に駅番号とそれまでの中文表記の英訳からラインカラーによる路線案内に切り替わっている。行き先は BL 超歩、BL リングプーで固定表示2005年から着手していたホームドアの 全117駅への設置は2018年9月末に完了した。2020年2月1日より無き目を含む IC 乗車カードでの一律20%割引が廃止となり、利用者の月間利用回数に応じた割引が適用される。台北都市運路線図大見景気屋さん、う線は台北都市運や早運局の計画路線図に併記されているが、 に北市政府早運行定局による計画・建設路線で2018年に設立されたに北都市運行士によって運営される。詳細はに北都市運を参照松山線の開通に合わせ、イメージカラーの路線ごとに新しい運行系統による運転が開始された。また、路線番号が付けられた路線一覧の表を参照。松山線は湘南門線及び新見線と、 相互直通運転、松山新見世間と松山大伝太郎間の区間運転列車が運行。淡水線は新技線および新見世線と相互直通運転を行っており、淡水新見世間の列車と北投げ増三間の列車が交互に運転されていた。湘南門線は新見世線と大伝太郎まで直通運転、中和線および新城線、アシ線は 南西角発着の直通運転で、海流方面の列車とアシス方面の列車が交互に運転。フルテイを境に別線ではあるが、路線カラーは共通であり、事実上同じ路線として運用。分散線は内湖線の開業に伴い、分散内湖線として直通運転。それ以外の路線に北投げ支線、障壁端支線は直通運転を行わず、 船内を往復している。二北投げ支線は直通計画があった。ゴムタイヤ式製造元マトラ営業最高速度、時速 70km 運用路線、文庫線、台北都市運バル256型電車も、参照製造元、ボンバルディアトランスポーテーション営業最高速度、時速 70km 運用路線、文庫線、台北都市運370型電車も、 三章鉄輪式製造元、日立レールイタリア営業最高速度時速80キロメートル運用路線、環状線、ドライバーレスメトロ及び、台北都市運環状線電車も、三章製造元、アルストム運用路線から一万台中和線、メトロポリスも、三章各形式は、基本的に右表のように入札番号に基づいて、形式と車番が分類されている。詳細は、 台北都市運301型電車を参照製造元 URC 営業最高速度 80km 運用路線。淡水新議線詳細は台北都市運321型電車及びモジュラーメトロを参照製造元。シーメンストランスポーテーションシステムズ営業最高速度時速 80km 運用路線。 伊丹南線詳細は、台北都市運三百四十一型電車及び、モジュラーメトロを、参照製造元、シーメンストランスポーテーションシステムズ、営業最高速度八十キロメートル運用路線。伊丹南線詳細は、台北都市運三百七十一型電車を、参照製造元川崎重工業、一部台湾、区車両講師、営業最高速度八十キロメートル運用路線。 松山新見線、中和東線、二北投げ市線、障壁端子線詳細は、台北都市運381型電車を、参照製造元川崎重工業、一部台湾、車両講師営業最高速度10速80キロメートル運用路線、淡水新義線、松山新見線12ことご対応の、県外危険チャージ機 IC 等訓単位はべて、 ニュータイワンドル2020年2月1日開始。長らく運輸部門の赤字が続いていたことから IC 一律割引の廃止が検討され、代案として月間利用回数に応じた割引が翌月分以降適用される新制度となる。利用回数のカウントは2020年1月からすでに開始しており、毎月1日から月末までの利用回数とそれに応じたキャッシュバックが記録され、 翌月以降にバスを含む交通及び、小額消費決済に利用できる。キャッシュバックは6ヶ月間有効。30回で廃止前の一律20%と同じになるため、ヘビーユーザーほど割安となるシステム。短期滞在の外国人旅行者は11回以上の利用かつキャッシュバック執行までの再利用が見込めない。場合は、恩恵がなくなることになる。 2018年4月より、台北、日北両市交通局により、1ヶ月間1280入台湾ドルで、台北都市運、両市の公社に加えて、公共シェアサイクルの曜日家が無制限で、乗り放題となる、1280元月表の販売を開始した。通常の IC カードに定期券機能を追加する形式となる。2020年2月以降も制度は維持される。 路線拡大の歴史台北都市運路線及び計画図出展。ありがとうございます。